はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、コメントにもちょっとありましたけどね、レイブンハーストがついにアルファ20に対応したということで、私の大好きなモッドですけども、人気あるかどうかは別にして、私個人的に大好きなモッドなんですけど、とりあえずね、対応したということなんで、入れてみました。うん。で、ちょっと前回続き、途中で終わってますけど、まあ、今回ね、まあ、試しに一回だけやってみようかなと思いますね。はい。で、マップはね、もうすでに作りました。これね、ツイッターでツイートしましたけど、マップは作りました。あ、これダメすぎんか。これじゃなくてね、どれだっけな。あ、これね。8K のマップを作りました。はい。で、これでとりあえずやってみようかなと、試しにどんな感じかね。うん、前とあんまり変わってないかもしれないけどね。うん。で、設定の方は、まあ、ちょっと試しなんで経験値200で行かしてもらって、で、まあ、ここはブラトムまで多分やらないと思うけど、今回はね、うん、まあ、この辺オンにして、この辺はちょっとどうでもいい。で、レイブンハースト特有の設定は一応全部ノーマル。デフォルトだとね、ここが100になってるんですけど、100はさすがにきついんで、とりあえずね、どんな感じか見るのに、ノーマルで、全部ノーマルで行ってみたいと思います。はい。ということで、やってみましょうか。はい。よろしくお願いします。はい、始まりましたね。とりあえず森バイオームで生まれたっぽいですね。日本語化のモッドは入ってないので、レイブンハースト特有のね、やつは全部英語になってると思います。バニラの部分は多分日本語になってると思うんですが、はい。ということで、なんて書いてあるのかあんましわかんないけど、まあやっていきましょう。やっていきましょう。クラスセレクションを収集するだって、これでね、はい。これ承認しましょう。で、いろいろもらえたのかな。あ、もらえましたね。ただ、この辺はまあまだ使わないですね。とりあえず使わない。これは多分、作業台がないとできないんじゃないかな。できないよね。やっぱね。これでレシピだよね。あ、だよね。ああ、そうだね。パーソナル、ワークステーションかなんかがないと多分できないんじゃないかなと思われる。はい。ということで、まずは食物繊維を。食物繊維をやっていきましょうか。今何時 ?7 時?うん。暗いね、なんかね。あ、そうそう。レイブンハーストはレイブンハースト特有の設定がありまして、ここにね、このヘルスバー一応表示できるんで、私一応オンにしてあります。はい。あとはいじってないかな。あとはいじってないけど。うん。あ、これいじったかな?明るさ上げとこうか。上げたところであんまり上がらないんだけどね。このモッドはね、明るさ上げたってそこまで明るくないんですけど、もともとが暗いんで上げときましょう。はい。ほんと上がらないよね、多分ね。今までも上がんなかったはずなんだよね。うん。はい。ということで、順番にやっていきましょうか。食物繊維からの麺か。どこにある?どこにある?これ違うよね。これ違うな。どこにある?結構離れたところにしかないですか?あんまり動くとゾンビ出てきちゃうからね。あ、これそうか。これそうだね。いくつ ?8 か。なかなか多いな、8は。ちょっと石は拾っとくか。一応。クラフトがね、なかなか大変なんだよね。このレイブンハーストはね。うん。そう簡単にね、物が作れない。そう簡単には物作れないようになってんだよね。5、そのまま5か。何作るのかな?寝袋か。とりあえず寝袋を作るのかな?あ、そうですね。寝袋ですね。とりあえずね。寝袋作って設置する。はい、設置しましょう。で、こんなところをリスポーンポイントにしたくないので、設置したらすぐ取っちゃいますけど、私は。はい。スティックか。スティックは多分ね、あの白いやつでしょう。スティック。これスティックでしょ、多分。これ違うかな。これスティック。あ、だよね。これ枝だよね。これを35。まあまあの量だね。まあまあの量ですな。はい。
もう綿はいらないのかな。もうコットンはいらないんですかね。よいしょ。あんまり動くとゾンビ出てきちゃうからね。あんまりこの近辺から離れたくないんだよね。あ疲れてる。疲れてる。あと1個か。あと1個どっか近いとこに。近いとこに。近いとこにない。あ、これでいいか。ドン。あ、なんかそこに家あるね。食物繊維16。16。まあ、いっぱいね、物、素材集めないと、このモッドは物が、ちょっとしたものでもね、石斧すら作れないからね、なかなか大変といえば大変なんだけど、まあ、そういうのは嫌いじゃない人はね、おすすめですよ。マジで。6個でいいんだよね。6個でいいね。あ、違う、8個か。8個いるのか。このね、ロープみたいなのはね、いっぱい作っといた方が本当はいいんですよね。はい、パーソナルクラウドステーション。来ました。これがないと何もできないってやつね。うん。これないと本当何もできないからね。これ持ち歩くぐらいの勢いだよ、これ。パーソナルクラウドステーションは。持って歩きたいぐらいの勢いですね。よいしょ。スティック、さらにスティック、さらにスティック、そして、食物繊維。今度は何作るの？あ、ストーンワックスか。こうやってやっとストーンワックスだね、ここでね。で、やっとストーンワックスを作っていく。はい。ただ、そう簡単には作れないのが、レイブンハースト。そう簡単には作れないのが、レイブンハーストでございます。はい。小石か。小石ね。小石どっかに、どっかに落ちて、ないですか。小石どっか落ちてないかな。あ、ないね。あれ小石か。これ小石だね、多分。すごいところから見つけてくる。ん？ 2 個ある ?2 個ある ?1 個か。あといくつ？あと2つ。小石、あったあったあった。2つある。あ、3つあるわ。1、2、3、4、4つもあった。ラッキー。で、シャープストーン。シャープストーンは多分ここじゃないとクラフトできないので、ここに戻って、シャープストーン5ね。7。じゃあ5でいい。いや、7でもいいか。本当はね、石斧の2つ作りたいんだよね。これ壊れちゃうから、最初修理できないからね。はい。そして、なんだっけ。プリミティブハンドル。プリミティブハンドル、これか。あとこれじゃない？ストーンワックスのヘッド。あ、だよね。ストーン、ん？あれ？ヘッドいらないの？あ、これいらないの？ツールヘッド。あ、そうだね。ツールヘッド、ストーンワックスだよね。ツールヘッド、ストーンワックスと作って、で、やっと組み立てられるっていう感じだね。一緒の、あ、やっと組み立てられると。うん。はい。で、これ品質が低いから、1だからね、直せないんだよね。修理すると壊れちゃうんだよね。ウッドログを収集する。ウッドログは、まあ、この辺の木でいいか。木材を作れっていう、あれかな。はい。木材クラフトする。了解した。じゃん。木材もこうやって作らなきゃいけないっていうね。木材ね。まあ、ただ、ログがあればね、木材は作れるんで、そしてこっからさらにスティックも作っていく。コンボ作りたいね。コンボをちょっと作っとかないとダメだね。コンボはでも作れっていう前に一応もらえるんですけどね。はい、OK。次は、ストーンピックアックスか。ストーンピックアックス。ちょっとこれダメージ与えたくないので、素手で殴っていきましょう。素手。8個ね。食物繊維8。はい。で、これ作って、これがないと何にもできないんだよね。本当にね。小石か。小石。小石。小石何個か持ってる？あ、全部これにしちゃったからね。しまった。しなきゃよかった。1、2、3、あれ ?3、あれ聞く邪魔。3、4、あと1個じゃない？すごい、素晴らしいね。その1個がないってパターンか。その1個、あった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 。OK、あ、じゃあここじゃできない。どこだ？これか。いちいちこれじゃないと。いちいちこれじゃないとできないんだよね。シャープストーンは、あ、結局クラフトしろだから、なんだかんだ言って5個は絶対作らなきゃいけないってやつね。これ読んじゃうか。じゃん。浄水器ね。浄水器。
持ってても邪魔なので、こういうのは読んでしまう。読めっていう、なんか、クエストないからね、多分ね。読めっていうのはないでしょ、多分。あるかな？なかったと思うな、多分。はい、このストーンピックアックスが作れるっていうのはね、このモッドはちょっと親切というか、いいよね。これで石叩けるからね。ただ、その代わり、石斧で叩いても全然石、何も取れないんだけどね。OK。で、これがあったら、小石を収、あ、それか。それはもうこれを割るしかないな。これ一応ね、鉄とか鉛とか石炭とかも、ちょこっとは取れるんだよね。だから運が良かったら、これ1個砕くだけで全部揃うんですけど、あ、取れたね。運が良ければね、これ全部砕き切ったら取れたりするんだけど、鉄4、鉛、小石、この辺がきついかな。あと1個だ。鉄も多分そのうち取れるでしょう、これ。あ、取れたね。鉄取れましたね。あと石炭とかか。石炭とか。これ1個の塊で1回しか取れないんじゃないかな。1回ぐらい取れるでしょ。1回ぐらい。1回ぐらい取れるはず。ちょっと待って、スタミナがない。来た来た、取れた。あ、オッケーオッケー、取れた取れた。食物繊維を砕き切っちゃうか。せっかくなんで。せっかくなので砕き切ってしまいましょう。はい。ね、食物繊維。あ、服作れたね、多分ね。服作れっていうパターンですな。服か。まあ、ちょっと待ってね。36ってまあまあ多いよね。まあまあ多いよね。石斧でやると品質が下がってしまうので、耐久値が下がってしまうので、まあ最初はね、素手でやった方がいいですね。スティック持ってたらスティックで殴ってもいいけどね。まあ素手でいけるんだから別に素手でいいよねっていう話ですよ。トゥルーサバイバルとかさ、なんか、トゥルーサバイバルだっけ？素手で殴ったら痛いやつ。素手で殴ると怪我するやつもたまにあるからね。その辺注意が必要ですけど、このモッドに関しては大丈夫です。素手で叩いてもね。で、バッタとか取れるからね、これね。バッタ。これ食料だから。バッタ食えるから。バッタ貴重な食料源ですからね。はい。あ、ちょっと待って。これ全部やっちゃったらダメなんだよね。足りなくなるんだよね。そうそうそう。全部やると足りなくなるんだよ、これ。ついつい全部やりがちなんだけど。じゃあこれじゃないとできない。ここじゃないとできない。服ね。足りるかな？あ、足りた足りた。オッケーオッケー。で、この辺着用しろっていう話ね。服ぐらいちゃんと着とけよっていう話ですよね。多分ね。はい。じゃん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 と。OK。あ、これベントネイルか。この辺からちょっときつくなってくるんだよね。この辺からきつくなってくるので、これ使いますか。職業ですね。職業をいろいろ取れるんですけど、私はいつも、これ。コンボマスターになりたいので、これにします。今回もこれにしましょう。これすると一応、なんだっけ、コンボとかもらえるんだったかな？もらえた？あ、もらえたね。オッケーオッケー。で、パーソナルクラフトステーションは持って帰れるんで、これ。持って帰りましょう。はい、オッケー。で、コンボを、で、コンボちょっと作りたいけどね。ログは持ってない。コンボちょっとね、何本か作っとかないと、大変なことになるので、大変なことになるので、コンボはね、2、3本作っておきたいとこだね。壊れちゃうからね。この300のやつも、300だから3回直せるけど、3回直したらなくなっちゃうのでね。ちょっと待ってね。本当は石斧も作りたいとこだな。これ浮いてんの気持ち悪い。浮いてんの気持ち悪いんだが。木材を、まあ、5で10になるでしょ。コンボを作りたいね。コンボ。コンボ何個いるの？じゃん。木のコンボ。1だもんね。1だからね。はい。で、石があるんで、シャープストーン作って、
3、シャープストーン3作って、で、プリミティブハンドル作って、はい。一生の作れないかな。ヘッドも作って、手順がね、手順が大変なんだけどね。あ、一生の作れないか。一生の。何がいる？ああ、これがいるのか。これはでも作れるんじゃないか。ちょっと待って。作れるよね、多分ね。これでいける？これでいけるか、石尾の。あ、いけるね。オッケーオッケー。これ予備の石尾のね。で、これは何だ？マガジンブラッドウェポン5ポイント。販売100。読みましょうか。5ポイントもらえるわけじゃないよね。もらえるのかな？スキルバンドウェポン、うん、多分クリアしたらそれぐらいもらえるって話で、読んだだけじゃもらえないんじゃないかな。そうね、現在レベル1です。これ上がっていくとスキルポイントもらえるっていう。あ、だよね。今0だよね。うん。ということで、クエストがたくさんあるんで、ちょっと見ましょうか。トレーダー行けっていうのないの？トレーダー行けっていうのはないのかな？ベーシックサバイバルが、これがまず終わらないとダメなんだ。ちょっと待って、木材を収集するがあるので、木材は作れるんで、木材、あと、6。違う。3。3で、これでとりあえず、あ、違う、もう一個。もう一個。はい、これでとりあえず12ね。12ね。オッケーオッケーオッケー。で、ベントネイルか。ベントネイル伸ばす釘になるんですけど、ちょっと探しに行きましょうか。向こうの方に家があるんで、向こう行ってみようかな。ここまで来たら、やっとゾンビとの戦闘が始まるって感じですね。こっち街かな？あ、待って、あれトレーダーじゃない？あれトレーダーっぽいね。あ、そうだね。多分ジョエルさん、あれね。あそこね。ジョエルさん家だな、あそこ。よいしょ。鉛か。鉛の鉱脈がある。ベントネイルはね、柵とか、あと木のパレットとか壊すと手に入るんですけど、なかなかないよね。あ、これ、ゾンビ出てくるかな。こういうパレット。こういうの壊すとベントネイル取れるんだよね。あ、取れた。1個ね。もっと欲しい。3か。あと1個だ。あと1個だけど、ここ入ってったら絶対ゾンビいるよね。あそこにもう1個あるね。入ったらゾンビいそう。あ、落ちてきた。あ、湧いてきた。きついかな。きついですかね、おっちゃん。おい。外に出すか。外に出してからやるか。ノラは、ノラまだ湧いてないね。ノラが湧く前にちょっとやるか、こいつらを。倒したい。倒した ?OK。よっしゃ。あいつも動いてるな。あいつノラじゃないの？あ、やばい。ノラが、ノラゾンビ湧き始めたね。すごくね、ゾンビの量多いんで、このモッドは。大量に来るんでね。これで最後。あと1個。ちょうだい。取れなかった？取れなかったか。確実にね、取れるわけではないところがね、難しいところだよね。ここにもパレットあるけど、これちょっと壊したいな。これ、これ、これ。取れた。あ、オッケー、オッケー。よっしゃ。で、ベントネイルはそのままいけんだ。いけないよね、多分ね。あ、いけないね。いけませんね。これだな。これじゃないと何もできないんだよね、やっぱね。で、しかもこれ見てなきゃいけないっていうね。3、4、OK?OK、OK だね。で、これ取って、これも回収して、あ、待って。フレーム形状をクラフトする。フレームもここで作らなきゃいけないんだよね。じゃん。はい、設置する。設置しよう。はい。で、アップグレードする。はい、アップグレードしましょう。じゃん。あとは、
キャンプファイヤーか。小石はいいから、ノラが来る前にやってしまいたいね。ノラゾンビ大量に押し寄せてくる前にやってしまいたい。2個でいいのね。4つ。まあ、これ多くてもいい。たくさん持ってても大丈夫。キャンプファイヤー。はい、キャンプファイヤー、ゴー。で、設置したら、とりあえず一段落かな。設置したら一段落ですかね。OK。なんかもらった。青だ、ホワイトリフショー。行きました。で、ここでトレーダー系が出るかな、ひょっとして。あ、これか。トレーダー見つける。これですね。これ、こっちになってるけど、クラフトジャーナルになってるけど、とりあえずトレーダーのとこ行きましょうか。で、これは持って帰る。はい。キャンプファイヤーは置いていく。キャンプファイヤーは置いていこう。あー、ノラ、あそこにノラは空いてるね、いっぱいね。多分そこトレーダーなんだよね、多分ね。あ、だよね。矢印出てるもんね。じゃあちょっと敵と戦いながら、街の散策でもしましょうか。よいしょ。先にトレーダー行っちゃうかな。先にトレーダー行っちゃう。あ、これ、ここ住めるね。前住んでたね、この建物ね。多分ね、よいしょ。カスタムっぽいが、カスタムの建物がいっぱい追加されてると思うよ。レイブンハーストは。ねえ。おそらく。朝のおっそ。はい、いらっしゃい。どうも。こけんの早くないお前。よいしょ。うわ、いっぱいいるね。いっぱい湧くんだよね、レイブンハーストは。ゾンビが。何せゾンビの量が半端じゃないんだよね、このモッドはね。何いる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9。9人ぐらいいる。9体ぐらいいる。よいしょ。これね、私、ブラント、この、コンボ、職業コンボにする理由は、やっぱ、キル速が早いからなんですけど、安全に倒そうと思ったらね、弓とかね、ショットガンとかね、そういうのでも全然いいと思いますよ。何選んだってね、いける。何選んだってね、まあ、やり方が変わるだけでね。うん。何がいいかは、個人の自由ですね。個人の自由です。はい。スタミナが、あ、やばい、走った。走らないでくれるかな。ちょん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 。まだ走ってんの?しつこいの?お前。よしよし。OK だ。よいしょ。で、まだいっぱいいるな。ちょっとささっとやってしまうか。多分トレーダーは多分無敵じゃないと思うんだよね。24時間営業じゃないかなと思う。あいつも走ってんの?あいつ走っても遅いんだよね。モーちゃんね。モーちゃん走っても遅いんだよね。起きて。あ、でもまあまあ早いな、お前。まあまあ早いね、君。スタミナがなくなる。乗ってる。まあ、レベルがね、低いうちはスタミナがなくなっちゃうので、よいしょ。パワーアタックあんまり使えないけど、使わなくても、まあまあ倒せんじゃん。ね。使わなくても、一応倒せる。まだいっぱいいるな。あそこにもいるな。強い敵はとりあえず出てこないのかな、まだ。うん。残忍とか走ってこられたらね、まあまあ怖いけどね。そういうの走ってくるんだな。ちょっとスタミナもっと残しとかないと。こんなにスタミナ使ってたら対応できないんだが。パーティーガール、ジョー。パーティーガールのが一応弱いんだね。パーティーガールのがでかいけどね。身長は。身長でかいけどね。お前から行くか。よいしょ。よいしょ。はいはい。まだいっぱいいるな、まだ。あ、ここトレ、やっぱここトレーダーですね。ジョエルさんちね。このなんか鳥の巣あされとかそういうのもなかったっけ?あったような気がするけどな。ここに住むか、この、この2階に。とりあえず。トレーダーに住むのはね、トレーダーに住むのはちょっと、あれなんで。よいしょ。はい。はい。あれ。はい。
トレーダーに行ったところで終わるか。とりあえず。長くなっちゃう。長くなるからね。このゲーム戦闘が長いからね。このモッドはね。このモッドは戦闘シーンがめちゃくちゃ長いので、特に初期の頃はね、キル速が遅いんで。よいしょ。こういうのサクサク倒せるようになるとね、早いんだけどね。よいしょ。はい。やっとたどり着いた。でも多分無敵じゃないんだよね、これトレーダーね。あ、だよね。無敵じゃないよね。その代わり24時間営業ってやつだよね、多分ね。うん。あ、やった!隙間ティック拾った。なんてラッキーなんだ。なんてラッキーなんですか。ちょっと作業台の隙間ティックもちょうだい。じゃん。それはなかった。それはなかった。まあ作業台は割とね、すぐ作れるんで、まあいいか。フォージと作業台は割とね、すぐ作れるんで、じゃん。あ、そこは関係ないのね。ちょっと待って。何人ぐらいいる?そこに一人いる?二人?三人?めっちゃいるな、相変わらず。相変わらず大量にいるね。このモッドはね。本当に。よいしょ。あいつ早くない?なんか。ビジネス。あ、でも普通のビジネスマンか。普通のビジネスマンだ。空いてるから入っていくの?お客さんですか?お客さんですか?君。閉めとかなきゃダメだな。まあ、ここ無敵じゃないからすぐ壊されちゃうんだけどね。はい、どうも、ジョエルさん。特に用はないよ。あそこ、ああ、叩いていっぱいいるな。離れた方がいいね、とりあえずね。とりあえず離れた方がいいな。ここにいるとトレーダーが壊されてしまう。トレーダーがガンガン壊されていく。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれあ、いっぱいいっぱい。あ、おっと。観光客まで来たか。誰から行くかな。観光客は死なないね、そう簡単にね。ちょっとやってきます。お待ちください。はい、ということで、だいたい殲滅しました。はい。だいたい殲滅して、レベルが3ぐらいまで上がったのかな?じゃん。あ、レベル4。レベル4まで上がりました。何倒した?何倒したかな?敵キル数45。まあまあ倒しましたね。はい。この、とりあえずこの上に落ち着くか。一旦ね。まあ、いろいろ、行かなきゃいけないところはいろいろあるけど。一旦ここに落ち着くか。はい。来い。詰まっとるやないかい。詰まっとるやないか。来い。まあ、漁るのはちょっと後にして、先に、うわ、犬がいるわ。マジ犬いるの?犬いるの嫌だな。犬倒せるかな?犬倒せるかな?パワーアタック2発。パワーアタック2発決めたら倒せるかな?水飲んで、水持ってなかったっけ?持ってんね。水飲んで、とりあえず。豆食って。お豆さん、このカバン何?クラスセレクション、レシピ。あ、なるほど、なるほど。ランバージャックリ。まあ、これはちょっと後で見ましょう。じゃあ、ちょっと犬に戦い挑んでみるか。ワンコに。先制攻撃。よっしゃ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 。OK、OK、OK、OK。で、まあ、ここは閉めといて、ここにもいるでしょ?ん?ここ開くんだっけ?あ、ここ開くね。OK、OK。あ、何?兵隊いるわ。兵隊。あ、残忍だ。残忍ソルジャーじゃないか、お前。よく見たら。この、レベル4の人間に残忍ソルジャーをぶつけてくるとはなんてやつだ。いやいや、倒せねえ、そんなの。残忍ソルジャーなんか倒せるわけないだろう。そう簡単に。倒したか?オッケーオッケー。倒した倒した。ひどいな。いきなりレベル4で、まあ、残忍、初めてまだ30分ぐらいしか経ってないのに。あ、図書館ある。やった、ラッキー。図書館あるわ。落ち着けない、全然。全く落ち着けないんだが。うん。
まあ、ここ閉まるんで、この下にでも多分ゾンビいるんだよね。まあ、それは後にしようか。あ、気づかれたかな。気づかれた？崩れるんだよね、ここね。確か崩れたと思う、ここ。だよね、崩れるよね。これも崩れるよね。あれ、これ崩れないの？あ、崩れるよね。ですよね。そこにハッチがあるんだけど、ハッチ開けられないかな。あ、やったね。あそこハッチ開けたいけど、俺落ちるかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。多分下には何もなかった。と、あ、やばい。叩かれる。多分下には何もなかったんじゃないかな。あ、そこに手が出てきたなんか。あ、ちょっと待って。これ、扉は、あ、壊す。あ、ちょ、待って。壊されちゃった。何してくれるんですか、おちゃん。おちゃん何してくれんの、人んちを。人んち壊さないでくれるかな、ちょっと。もしもし、もしもし。なんでしゃがむんだよ、お前は。トリッキーすぎる。あ、やばい、壊れた。倒したか、でも。もう一本ない。もう一本ないか。コンボなくなったのは痛いね。コンボなくなったのは痛いな。何、なんか爆発してるやついる。車壊したか。コンボがなくなったのは痛いな。石斧だとなかなか倒せないんだよね、これね。石斧だとなかなか倒せないんだよな、本当に。倒せなくはないんだけど、また集まってきたんだ、クソ。また大量に集まってきたな。じゃあちょっと待ってください。ちょっと選別してきます。はい。やったかな。やりましたかね。とりあえずね。うん。OK。いや、まだいるな。まだいるな。まだいる。あ、そこにいるのか。そこにいるのか。そこ出れんの？出れないんじゃない？あ、出れるんや。出れるのね。そこ。あ、ちょ、待って。石斧まで壊れた。石斧まで壊れたのは痛いな。一緒の予備持ってたっけ俺。予備ない。予備ない。ピックアックスかも。もうピックアックスで行くしかないか。こんなのでつつかれたらだいぶ痛いけどね。普通ならね。死ぬけどね。簡単に。こんなの頭に刺さったら簡単に死にそうだけどな。これこれ、こんな頭に刺さったら簡単に死ぬやろ普通。はい、ということでもうやめとこうか。もうやめとこう。ちょっともう武器がないから。まだ誰かいるけど、ほっとこう。もう あそこ叩いてる。あそこ壊されるな。壊さないでほしいな。壊さないでくれ。おい、どっから来たのか知らんけど、お前。おい、痛い。どっから来たのか知んないけど。OK かな。まだ叩いてるやついるね。壊さないでほしいんだけど。ねえ、君。ちょっと。俺の家を壊さないでくれ。俺の家じゃないけどさ。仮住まいだけど。ちょっと待ってくださいね。倒してきます。選別してきます。はい。また湧いてる。やばい、警官来たわ。武器欲しいな。さすがにピックアックスそろそろ壊れるんじゃないか。よし、ということで、なんか目の前に警官とかがいるんですけど、とりあえずそれは置いといて、もう武器がなくなってきたんで、この辺にしときましょう。まあ、やり方としては、こういう屋根の上見つけて、で、この辺設置して、これね、置いて、ここで、まあ、やろうと思えば、ここでまた武器は作れるので。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。いや、やっぱレイブンハーストね、個人的に面白くて好きだね。個人的に面白くて好き。うん。
ゾンビいっぱい出てくるしね。はい。まあ、続けるかどうかはまだちょっと考えておきます。はい。ということで、とりあえず、まあ、今回はこの辺にしておきましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。